ぶち壊したい。好きって言ったらどう思う？モンスターライフ。これは弱小事務所モンスタープロダクションの若手俳優たちがどんな役もこなせる怪物級の俳優、怪優を目指す番組である。今回の企画は女優魂。これまで様々な女性役を演じてきたモンスターズ、彼らの内に秘めた女優を解放してもらう。選ばれたのはこちらの4人。もうみんな差ついてんの分かってないの？お、え、あーなるほどね、細かいとこから攻めてるな。なるほどね、いるいる、オーディションでこういう人いるわ。一人だけね、やめろ。そんな女優魂をオーディション形式でチェック。テーマは女子高生ミキ。課題はオリジナルミニドラマ大三角形シリーズ。もし仮に俺が彩香と付き合うとしたらどう思う？世界で一番彩香ちゃんのこと好きなの俺なんだからな、覚えとけ。それ本人に言ってやれや。は？青春トライアングルラブの世界観にそれぞれオリジナルの設定を創作。いかに女優魂を見せつけられるか。審査員は大三角形シリーズでヒロインを演じた健介とその友人拓也。まずは大輔の挑戦。ミキです、お願いします。お願いします。では設定の方を教えてください。設定は彩香とは幼稚園一緒で、でここ今まではちょっと疎遠になってたんだけど、なんか彩香がすっごい綺麗になってて、まあ、袖に嫉妬して、まあ、その原因を突き止めたら、なんか翔太くんとなんか優斗くんとイチャラブして綺麗になってるんでしょ。全く気に食わないの。あ、なるほど。ほんとぶち壊したい。悪女設定の女子高生、どんな演技を見せるのか。ねえ彩香、最近すっごい綺麗になってない？私？うん、うん、そうかな。なんかあったの？何も。私見ちゃったんだよね。ん？翔太くんと優斗くん、なんかごちゃごちゃしてるよね。いや、いつも仲いいだけだから。翔太くんのさ、連絡先教えてよ。それは早く今すぐ送って。うん、はい、ありがとう。じゃあこれからもきっとお世話になるからよろしくね。おお、素敵ですね。いや、素晴らしいです。どう？いや、本当になんかその彩香、私に持ってないものを持っていたので、うん、すごい素敵だなと思いました。どうでしたか？いや、ちょっとスカートの丈が、まあ、俺的にはちょっと気になるかなっていう。短かった。短かったかな。よかった。じゃあ、いや、迷っちゃうな。大輔、高評価です。続いてはうくちゃんが演じる女子高生ミキ。一体どんな設定で女優魂を見せるのか。ミキです。設定はその次に私の誕生日、その時にまあバカな翔太は知らないけど、幼い頃からミキは翔太くんのことが好きかなっていうこと。なるほど。ミキの誕生日に会いに来てくれた翔太という少女コミックっぽい設定。片思い中の相手にどう迫る？本当に神様っているみたい。だってさ、去年は、来年の誕生日は必ず翔太君と一緒に過ごせますようにって言うのたら、
翔太くんが来てくれたの。じゃあ今年ももう一つ願ってみようかな。いつか必ず翔太くんがミキのことを好きになりますように。わかってるよ、翔太くんはミキのことが好きじゃないって。翔太くんが好きな人は彩香だってわかってるよ。でもそれはそれでいい。翔太くんは翔太くんが好きなことをすればいいと思ってったと思ったけどね、やっぱ片思いは辛いね。おお、いやー、ものすごくあの世界観に引き込まれました。ありがとう、彩香。どうでしたか？存在感がすごく。一回立ってみていただいても。はい。もうやっぱり、サイズ感も素敵ですね。ジャンボサイズのうくちゃんミキ、女優魂爆発です。辛いね。続いてはリュウイ、どんなミキで来るのか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では設定の方をお願いします。はい。私は翔太くんのことが好きで、でも彩香ちゃんとも友達で、翔太くんは私に彩香ちゃんとどうすればうまくいくのか相談をしてて、私は翔太くんが好きだけど彩香ちゃんのことも好きなので後押ししたいっていう気持ちがあるんですけど、思わず心の一面が出てしまうというところをやりたいなと。おしとやかそうなミキ、どう演じる？翔太くん、元気？最近彩香ちゃんとどう？そうなんだ。もしもなんだけど、私が翔太くんのこと好きって言ったらどう思う？嘘だよ。彩香ちゃんのこと頑張ってね。おお、声の震えとか、はい、分かりやすく言うとちょっと図書委員みたいな女性のタイプが、ガッと前に出て言う感じがとても素敵でした。儚さで言えばトップレベルだと思います。ありがとうございます。儚さを表現したリュウイ、女優魂レベル一歩リードか。最後は33歳寺山さんが演じるミキ登場です。失礼します。ミキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。素敵ですね。ありがとうございます。では、設定の方を教えてください。設定は演じればわかると思うので。演じればわかる。自信ありげな様子の寺山ミキ。33歳、本気で女子高生を演じます。ほんとどいつもこいつも遊んでてつまんないわ。翔太くんって言うんだ。次のターゲット見つけた。
お会計よろしく。パパにつけといて。また会いましょう。緊張した。あれがスター性かもしれない。うん、入り口からのパンチ力と、うん、ちょっともう最初から役入れていかないと絶対2人のなんか圧に負けちゃうと思ってすごい気負ってきちゃったんですけど大丈夫でした。その感じと役に入った時のギャップがとても素敵でした。あ、よかった。ありがとうございます。ありがとうございました。4者4様の女優魂を見せつけた彼ら、女子高生役でお困りのドラマ関係者の皆さん、オファーお待ちしてます。落ち着こうよ、ね、いや、どっちが間違ってる？流儀だよ。次回、テレオさんと流儀が不仲に。これ裁判ですね。原因は宝くじ。大阪では串カツの二度漬けはご法度やけども、キスの二度漬けはよろしいやろか。何は